今日は漫画、春と青のお弁当箱1巻からです。まずは春が作った人参の梅きんぴらを作ります。レンジ先輩、怒ってるんですか？俺を怒らせるようなことしたのか？してないと思います。そうか。とりあえず料理の解説頼む。あ、はい。大さじをイメージして調味料を入れたら、ごまを入れます。ちなみにごまの起源地はスーダン東部が有力だそうです。日本に馴染みの深い食べ物だけど、遠くから来たんだな。続いてメインの味付け、梅を用意、種を取り除いて細かくすりつぶします。そしてその梅を豆乳としたいのですが、梅が苦手なお嫁さん分を取り除きます。仕切り直したところですりつぶした梅を入れます。ひょっとしたら梅しそのチューブでもいけるかもしれない。あ、次の料理です。青の作った簡単に卵。漬け卵や味付け卵は、多くのものが一晩ほど味を染み込ませるのが、ほとんどなんですが、気になるゆで卵の出来は置いといて、この春と青のお弁当箱の煮卵は、短時間で作れるレシピです。詳しいレシピは漫画、春と青のお弁当箱を購入してご確認ください。レンジ先輩から一言どうぞ。いや、別にないな。レンジ先輩は本来は経理担当で、画面を前におしゃべりする仕事担当ではありません。あと、いつも口数は少なくて、怒っているわけじゃないです。まあ、その通りだが、俺は高層ビルの窓を蹴り割って入ってくる人間にも、怒ったりはしないが、料理が変わってるぞ。さ、最後は青さんの鮭マヨアーモンド。基本的に焼くだけで出来上がります。あと、頼む。はい。それでは、お弁当の中身紹介。右からグリーンリーフ、鮭マヨアーモンド、人参の梅きんぴら、バター醤油コーン、簡単に卵、上の段、餃子の王将の餃子、冷凍、最後ご飯の上にたらこふりかけ、そして感想は息子くん、周りの人に丸ごと入っているゆで卵を注目された、とのことでした。味自体は好評だったんだけどな。皆さんおはようございます。みんな大好き薬味の妖精っすよ。いやー、キャラクターが少なくてフライパンさんとの出番が増えるならこれ以上キャラクター増えなくてもいいかな。俺はまたみんなと働きたいな。そうっすよね。冗談です冗談。今日は昨日に引き続き、漫画、春と青のお弁当箱2巻から、昨日の夕飯で残った、お刺身を焼いたの、を作ります。それが料理名なんだ。そうっす、これが料理名なんすよ。続いては、春の作った鮭と大葉入りが締まった卵っす。まずは僕とゆかりの大葉を細かく刻みます。続いては料理名通り、鮭の用意。こちらも骨と皮を取り除いて、卵に混ぜ込みやすいよう細かくします。焦げてたのは大丈夫なのかな？フライパンさん、こういう時は見ないふりをするのが、大人として正しい対応の仕方っすよ。そうなんだ。最後にメインの卵を入れてかき混ぜます。だし巻き卵は葉の巻きが美しいので、白身黄身の断層が見えるように、かき混ぜ方は軽くで大丈夫っす。今日は一気に入れないんだ。今日は漫画の再現を狙っているので、断層のあるだし巻き卵になるように、薄く引いて巻く、そして再び薄く引く、これを繰り返していきます。すごい、いつもと違ってどんどん綺麗に巻けてる。まあ、おっさんに言わせると、このやり方なら失敗することはないとのことっす。破れてたように見えたんだけど。うわぁ。今何か光った。照明の不調っすかね。正直、リカバリーの風景はいつものことなんで、おっさんのリカバリー術を信じつつ次の料理、ブロッコリーのチーズ和え、名前の通りブロッコリーにクリームチーズを和えた、簡単な料理っす。漫画のタイトル通り基本的に、お弁当に入れるおかずのレシピが多いので、お弁当のおかずのアイデアが欲しい人にも、ぜひこの春と青のお弁当箱を読んで欲しいっすね。料理カテゴリーなんで内容もゆったりめっす。漫画の宣伝みたい。レシピを使用させてもらってるっすからね。宣伝効果はないけど宣伝っすね。ないんだ。ではお弁当の中身紹介お願いします。右からお刺身を焼いたの、鮭と大葉入りだし巻き卵、春巻き、冷凍、プチトマト、ほうれん草ごま和え、冷凍、ブロッコリーのチーズ和え、上の段、お嫁さんが作った肉じゃが、最後に白ご飯。感想はどうかな？感想は娘さんで、お刺身を焼いたのが美味しかったそうです。魚好きだからね、娘さん。それじゃ、フライパンさんも一緒にせーの。ビクトリー。この前は大変でしたねー。この前、レンジ先輩の指示で仕方なく、設置したカメラ、一つだけ外されてなかったから、てっきり見つけられなかったと思ってたんですが、あのカメラ、フライパンさんの家から人が出ていくのは、確認できても顔は見えないんすよね。
しかもあの一件以後、しっかり外されて、あ、次の収録しないと。まずはコンビニのレジでおっさんが割ってしまった卵が登場。どこに行っても迷惑かけるよな、おっさん。いやいや、自分で買おうとした卵を割っただけだから、お店には迷惑はかけないわよ。そして、今週の山場。合成お湯は置いとくとして、盛り上がる気配はないけどな。ハーフサイズの卵焼きフライパンでは、かなりの確率で一回巻きを成功させるようになった気がするおっさん。今期から家庭用フルサイズでの一回巻きに挑戦中です。とりあえず、今回は失敗なのはよくわかる。成功を期待していた視聴者さんの、ボロボロのハートを癒す映像がこちら。癒し映像、なんだろうか。立派なお肉を焼くシーンです。癒し効果を否定したいが、確かに商品カタログの立派なお肉の写真は、なんとなく癒される気がする。本日限りの特売品、お肉は宮崎県は都城市の牛肉でございます。と書かれていたので買ってきたおっさん。一体いくらお得だったのかはもちろん知らない。おっさんの財布から出血大サービス。お弁当の中身紹介。お願いします。右からパセリ、立派なお肉、厚焼き卵、ほうれん草ごま和え、冷凍。赤ピーマンの塩昆布炒め、上の段、コーンクリームコロッケ、冷凍。ほうれん草とソーセージのソテー、最後ご飯の上にごま塩。感想は予想できるが、感想お願いします。皆さんお肉が美味しかったって。ですよねー。ああ、おにぎりを3つ作る映像が。電子先輩はちょっと、あれというかなんか用事っぽいものがあるので、今はいません。代わりにおにぎりの紹介。右から鮭おにぎり、焼きたらこおにぎり、最後がごま塩がかかった梅おにぎり、娘さんも息子くんからも特に不評ではなく、まあ、普通のおにぎりだったようです。皆さんは好きなおにぎりはありますか？自分は焼肉と鮭が好きかな。今週最後も僕が頑張ります。元気ねー。そんなにキャラクター増やさなくても、僕に任せてくれればまるっと大丈夫っす。黄色の和服の子とかいらないっすから。仲間外れは良くないなー、やっくん。なぜここに？てか旧デザインで出ちゃダメでしょ。みんなに合わせないと。ふふ、実はうちの旧デザインは、動きにもハイビジョンにも対応してるのだ。相変わらず無駄にスペックが高い。でも、新しい服着たいから新デザインにしてもらうのだ。どこまでも自己中っすね。それよりお仕事しなくていいの。あ、あれで作ってるのは、ブロッコリー店っすね。おっさんが視聴者さんから教えてもらった中で、一番驚いたレシピっす。ブロッコリーがホクホクですごく美味しいとのこと。ホクホクが美味しいってことは、お昼にお弁当を開ける頃は、ブロッコリー店は違う状態になってるわよね。心配するほど、ひどい状態にはなってないっすから、そこは安心してください。前回での娘さん息子くんの反応を見た上での、再登場なんで、ただ、ブロッコリー店、お嫁さんも、揚げたてすごく美味しいと言ってくれたことから、わかるように、さすがに揚げ物は揚げたてが一番美味しいっす。お弁当の中身紹介お願い。右からブロッコリー店、小さなエビ店、ゆで卵、アイコ、ほうれん草のソテー、冷凍、上の段、ご飯の上にほぐし焼き鮭。感想はどうかしら？感想は息子くんで、ブロッコリーは意外だった、とのことっす。確かにお弁当を開けて食べてみた時の、感想ね。テレビじゃないから狙った回答は来ないっすよね。はい、最後はおまけコーナーっすよ。まずは YouTube のコメントから紹介。おっさん、6月から一人暮らしを始めることになりました。不安で仕方ないので何かアドバイスください。物を増やさない、どんどん捨てる、かな。次のコメント、お弁当に行け、もう入れるのかう。料理は愛情っすからね。主に行け、お調味料として使ってます。次です。薬味の妖精くんのギザハズキ。あざーす、実は昔は嫌いだったけど慣れました。
続いてはおっさん宛てのコメント。おっさんの動画のおかげでゆで卵をうまく剥けるようになりました。ありがとうございます。貢献した感覚はないですが。どういたしまして。経験者の同伴を頼む。友達いない？一丁。最後はニコニコからのコメント紹介っすね。最初はこれ。耳が痛い、冷食メインの毎日弁当男子。冷凍大好きっすよ。ここのお弁当にも入ってないし、ほとんどないわよね。ネクスト、リンちゃんさんサーラの広告、斜めになってて見づらい。これでどうだぜ。あざーす、いい感じっす。ラストのコメント、やっくんちって一軒家、マンション。さすがにそれは秘密っす。西八王子が最寄りの駅で、マンション。よー、プライベートはダメっしょ。まったく。はい、ここまでのご視聴ありがとうございました。コメントの書き込みやチャンネル登録、マイリスト登録も、あざっす。ツイート、スレマ、タグ、商品登録、宣伝での盛り上げにも感謝。それじゃ皆さん、いってらっしゃーい。すよ。